この二人巡り合わせました。一緒に食べるとアップルパイの味がしますね。でもこの二人、多分私悲しい思いをする、出会えずに終わる、そういうのが多いのかなと思います。プロジェクトは大プロジェクト、でも周りの賛同なしではこの素敵な出会い行えないんですよね。買う人、もちろんこれ美味しいなと思って買う。それ字を読めば、あ、午後の紅茶と組み合わせれば美味しいんだ。あ、でもみんな字なんか読まないじゃないですか。字読まないですよ。会社とか学校のドキュメントみんなろくに読まないじゃないですか。だからこんなもの買っても字読まないです。こっちにも書いてありますね。どっちもお互いを引きつけようとさせてる。でもみんな字なんか読まないんですから。だから巡り合う可能性非常に少ないと思いますね。出会いを作るということは出会えないという悲劇も生む。この二人、会えるか会えないかは日本のサプライチェーンにかかってますね。一緒に運ばれてるのかな。多分違うと思いますね。ドリンクはドリンクの方の配送も、食品というかお菓子、お菓子はお菓子の方の配送も、それで別々に届く。コンビニの担当者、この2つの商品完全に別々なものとして扱いますよ。コンビニ分析コンピューターがあるんですよね。それを見たってこの2つをマッチさせる、出てこないと思いますからね。あ、もしかしたらこの2つをマッチさせようという人がこの2つの組み合わせを買う。それがビッグデータ解析されて、午後の紅茶買った人はポッキーを買う、ポッキーを買った人は午後の紅茶を買う、この組み合わせ、それが導き出されるかもしれないですね。あ、でこの二人が導かれるにはあれが役立ちますよ。あのオラクルのエクサテーターってあるじゃないですか。あの力で二人合わせてくれるかもしれないです。オラクルのエクサデータって何なんだあのぐちゃぐちゃに入れられた情報を素早く検索するための装置です。まあ何のこっちゃって言われそうですけど、検索あらかじめ種を仕込んどかないと早く検索できないんですよね。電話帳、なぜ素早く検索できるのか、名前がアイウェイを順に並んでるからですよ。それで素早く検索できる、そういう種が仕込まれてる。あ、なんかあんまピンとこないな。あ、じゃあ電話帳番号から引いてみてくださいよ。多分無理だと思います。この電話番号を与えられた、じゃあこれを電話帳から探してくれよ。全部しらみつぶしに見るしかないんですよね。ちなみにデータベースエンジンの世界だと全票検索って言って相当効率が落ちる方法ですね。そして名前で素早く引ける仕込み、インデックスって言いますね。それを仕掛けとけば素早く検索できます。でもインデックスがない場合遅いんですよね。それ特にぐっちゃぐちゃなデータ、どのように検索されるかわからないから、データが入れられてるだけなんですよね。当然どのように検索されるかっていう未来のことがわからないから、インデックスなんて貼れないですよ。でもこのエクサデータ、インデックス貼ってないものもそこそこ早く検索できるんですよ。それでレジで買われたものがどんどん登録されて、そしてマーケット解析する人がいろいろな方法で検索する。そういう解析でどういう関連性があるのか、それを見つけ出してるんですよね。そして関連性のあるものを本部がそれぞれのコンビニに、これが売れてればこれが売れてるって、そういう連絡を出すんですよね。だからもしかしたらこの2つ、まだ本部からこれが売れたからこれっていうデータ提供されてないかもしれないですね。だからそれが提供されれば巡り合える。ビッグデータ解析に期待しますね。ビッグデータ解析によって私たちがこの2つの味を混ぜてアップルパイを楽しめる、そうなるかもしれないですね。地平の動画解放軍でした。